皆さんこんばんは。こんばんは。祈りの時間がやってまいりました。今日もですね、共にお祈りしていきたいと思いますけれど、いつもこの、番組を担当しているテモテ小林牧師はですね、今海外宣教へ行っていて、今日パトモス、テサラニケピリピチームというチームに加わってですね、今日旅立ちました。ですからその代わりとしてですね、パウロ・ユミノとルツ・ユミノが担当させていただきます。よろしくお願いします。それではですね、早速この祈りの時間を始めていきたいと思いますけれど、最初に、お祈りして始めていきたいと思います。愛する天皇様、今日のこの祈りの時間をありがとうございます。あなたがどうぞこの時間を聖別してくださり、どうぞあなたご自身の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの深い御臨在を表し、あなたの御栄光が豊かに表されていきますように、どうぞ導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、祈りの時間ということですので、一つ一つ祈っていきたいと思いますけれど、いろいろな祈りのリクエストが来てるんですね。はい。で、今日は、そのリストにある中からですね、一つ一つお祈りしていきたいと思いますけれど、今日はまず、お祈りを先週したその祈りの、途中経過っていうメールが来ておりますので、こちらを先にご紹介したいと思います。それではお読みいたします。お祈りありがとうございます。7月1日の手術は無事に終わりました。今日は水曜日で2日目ですが、軽い仕事なら明日から戻ってよいと言われました。7月9日に検査の結果が分かります。分かり次第お知らせしますという H さんからのご報告でした。はい。神様がですね、お祈りに応えてくださり、無事、手術が終わったということで、しかも2日目からもう働いていいということですので、本当に神様がですね、守ってくださったことを本当に感謝します。また7月9日に、検査の結果が出るということですので、その結果にもですね、期待したいと思います。そして、一言お祈りさせていただきます。天様、この7月9日に、この検査の結果が出てきますが、どうぞこのエチさんの体を守り、またこの検査結果が良好な結果でありますように、そしてまた完全な癒しがその中で表されるようにしてくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。このリクエストが来てて、そして、次々と、祈っていきたいと思いますけれど、まず最初の紹介していただけますかね。はい。Kさんという方からの祈りのリクエストをお読みいたします。うちの猫の口内炎と歯肉炎の癒しのためお祈りをお願いいたします。人間の口内炎と違って猫の口内炎は治療して一時的に良くなっても完治はしないそうで、薬もだんだん効かなくなるそうです。何度か獣医に行きましたが、費用がかかり数ヶ月で再発し、悪くなる間隔が短くなっています。痛そうで餌を食べるのも水を飲むのもうまくできません。猫が帰ってきた記事を見て、ぜひ祈りの時間でお祈りお願いしたいと思いました。速やかに完全に癒されますようお祈りをお願いいたしますということでした。はい、どうもありがとうございます。先日ですね、この祈りの時間で、猫がいなくなってたということでですね、お祈りした時にですね、本当に不思議な形で 2,3 時間後に家に帰ってきたっていう、この祈りが完全に応えられたですね、証がメールで来てたんですけれど、その記事を見てですね、この K さんという方が自分の猫ちゃんにも祈ってもらおうということでですね、そして、リクエストをくださいました。で、リクエストが、その猫の口内炎と歯肉炎の癒しのためですね。で、猫の歯肉炎、
口内炎というのは人間とはちょっと違って、だんだんひどくなっていくということですので、その完全な癒しということでですね、共に祈っていきたいと思います。それでは、お祈りします。愛する天皇様、どうぞこの K さんの猫に触れてください。どうぞあなたがこの口内炎、歯肉炎に触れてくださり、どうぞこの食べるにも何をするにも本当にこの痛みなく苦しむことなくいつも食べられるように、そしてまたこの猫の健康が支えられるようにしてくださいますようにお願いいたします。特にこの獣医でそれを見てもらうときに非常に高いということですが、また猫の口内炎というのは非常に治りにくいということですけれど、どうぞあなたにとって何一つ不可能なことはありませんから、どうぞこの猫ちゃんに触れてくださり、どうぞあなたがこの猫の口内炎、そして歯肉炎を完全に癒してくださり、またいつもこの餌を食べるのに、あるいは水を飲むときもですね、ちゃんとできるようにあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、どうぞ K さんのこの猫ちゃんに触れてくださり、どうぞ口内炎、また歯肉炎を完全に癒してくださいますように心からお願いいたします。どうぞこの餌を食べるとき、また水を飲むときも全く問題がないように、どうぞ速やかなこの癒しを与えてくださいますように心からお願いいたします。どうぞイエス様がひたかにこの猫ちゃんに触れてくださり、痛みを完全に取り除いてくださり、またどうぞ完全な癒しを口内炎と歯肉炎の上にひたかに表してくださり、神様のひたかなご栄光を表してくださいますようにお願いいたします。天様、本当にこのKさんの猫ちゃんに触れてくださり、どうぞ今は食べるにも飲むにも苦しんでいるということですが、うまくできないということですが、どうぞ本当にこれを完全に癒し、そしてまた獣医さんでは癒せないこの病をあなたが完全に癒してくださり、またこの猫ちゃんを健康体にしてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってこの猫ちゃんの歯肉炎よ、口内炎よ、癒され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 よ、イエスキリストの皆によって、どうぞこの病を完全に癒し、この問題なく食べられるように、そしてまた水も飲めるようにしてくださり、あなたが栄光を表してくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではですね、この番組は、共に、心を合わせて祈る時間も持ってますので、ご覧になっている方々もですね、ぜひこの猫ちゃんのために、共に、このお祈りしていただきたいと思います。ご自分のところで、ご自分の言葉で、お祈りしていただきたいと思います。しばらくその猫ちゃんの癒しのためにですね、お祈りの時間を持ちたいと思います。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。神様はですね、本当にさまざまな祈りに応えてくださいます。で、猫ちゃんにもね、働いてくださることを期待したいと思います。それではですね、次の
者の祈りのリクエストに行きたいと思います。はい、N さんからの祈りのリクエストをお読みさせていただきます。ぜひお祈りしていただきたいことがあります。教会の近くに引っ越してきたのですが、いざ生活し始めてからいろいろな不備、問題があり、生活が困難になっています。自分の落ち度は悔い改めました。願わくは新しい部屋に引っ越ししたいので、治安も良く、教会にも近く、病気療養のためにも日当たり良く、環境の良い部屋が、開かれますように、また母と同じ町で暮らせるように、経済も満たされるように、お祈りをよろしくお願いいたします、というリクエストでした。はい、どうもありがとうございました。N さんからのリクエストですね。今教会に近くに住んでいるということですけれど、いろいろちょっと問題が出てきたということですね。それで、本当にこの、新しい場所を求めているということですね。そして、治安が良くて、そしてまた教会に近くて、そして日当たりの良い場所、そして、環境の良い部屋が開かれるようにということと、お母さんと同じ町に住みたいということですね。そして、経済も完全に満たされるようにということですね。祈っていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、この N さんのリクエスト、どうぞあなたが豊かに、この祈りに応えてくださり、新しい、素晴らしい、部屋を与えてくださいますようにお願いいたします。特にこの新しい場所において、この教会に近く、そしてまた治安が良いところで、さらに、この日当たりの良い場所を与えてくださり、体に、健康がその中でなされていきますようにどうぞ導いてください。またどうぞこのお母さんと一緒の町に住みたいということですから、どうぞその最善の場所をあなたはご存知ですから、どうぞその場所に引っ越すことができるようにどうぞ導いてください。またそれとともに、この引っ越すに際していろいろお金がかかりますけれど、どうぞあなたがこの経済をも祝福してくださり、どうぞ御心の場所に引っ越すことができますように、またその御心の場所をあなたが明確に示してくださり、教えてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、どうぞこの N さんのこの祈りのリクエストに応えてくださいますように心からお願いいたします。どうぞこの御心の最も早い時に新しいこの引っ越し先に引っ越ししていくことができるようにどうぞ守ってください、お願いいたします。どうぞ治安が良く、また教会にも近く、また日当たりの良い、環境の良い場所を与えてくださいますように心からお願いいたします。またお母様ともこの同じ町で暮らしたいということですから、どうぞそのお母様ともこの同じ町で暮らすことができるように、どうぞこの一つ一つの祈りのリクエストに応えてくださり、速やかにこの新しい引っ越し場所を与えてくださいますように心からお願いいたします。またどうぞこの経済も豊かに満たしてください。この引っ越しにかかるすべての費用、またその新しいお家にいろんなものを買ったりするすべての費用をどうぞあなたが豊かに満たしてくださり、どうぞ速やかにこの新しい引っ越し先をこの N さんにお与えくださいますように心からお願いいたします。天皇様、どうぞこの N さんを豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。どうぞ今いる場所から あなたの御心の早い時にこの新しい場所を与えてください。経済を満たし、また、この求めている条件をあなたが完全に満たしてください。どうぞこの治安が良く、そしてまた教会に近く、そしてまた日当たりの良い場所を与えてくださり、そしてまたどうぞその場所がお母さんの同じ、町内にあるようにしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主が働いてくださり、どうぞあなたがこの明確にその最善の場所を示してくださり、そして経済が満たされ、早い時に引っ越すことができるようにどうぞあなたが助け導いてください。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、また共にお祈りしていきたいと思いますけれど、
引っ越しの時はですね、いろいろ具体的に祈ると本当にこう神様がね答えてくださるっていうのを私たちもたくさん経験しています。ですから本当にこの祈りもですね、神様が答えてくださるように共にお祈りしていきたいと思います。それではしばらくですね、共にお祈りする時を持ちましょう。皆さんもぜひご自分の言葉でお祈りしていただきたいと思います。それではお祈りの時を持ちます。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではまた次の課題に入っていきたいと思います。M さんからのお祈りの課題を読ませていただきます。次女が小学校に一人で通えなくなり、1年が過ぎました。だいぶ改善されてきましたが、完全に一人で学校に帰るようにお祈りをお願いいたします。というリクエストでした。はい、どうもありがとうございます。今ですね、読んでいただいたところで、この娘さんがですね、一人で学校へ通えなくなっていると、それに対して早く癒されてですね、改善されてきてるんですけど、完全に一人でね、学校に登校できるようにということですね。それでは、この大変ですよね。ですからやはり、そのお子さんのためにお祈りしたいと思います。はい、それでは様、このM さんですね。M さんの娘さんが学校に一人で行けなくなっています。それが許されていることもありがとうございます。しかしあなたがそのことをご存知です。どうぞその娘さんにあなたが触れてくださり、どうぞ心を解放し、そしてまた再び学校へ一人で行けるようにしてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの改善してきている段階ですが、どうぞ完全にこれを元に戻してくださり、一人で元気よく、そしてまた楽しく学校に再び行くことができるように、どうぞあなたが道を開いてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、どうぞ M さんの娘さんに触れてくださいますように心からお願いいたします。どうぞこの一人で学校に行けなくなったそうですけども、それが許されていることもありがとうございます。どうぞイエス様がその娘さんに触れてくださいますようにお願いいたします。またどうぞその原因となっているところに触れてくださり、そのところをあなたが取り除いてくださり、どうぞ一人で元気に楽しく学校に行くことができるように、あなたがどうぞ守ってくださいますように心からお願いいたします。どうぞイエス様が、このすべてをご存知であるイエス様が、さらにこの娘さんに触れてくださり、癒しを与え、解放を与えてくださり、どうぞこの一人で元気に楽しく毎日学校に行くことができるように、あなたが豊かに導いてくださいますように心からお願いいたします。
天様、どうぞ本当にこのあなたがこの M さんの娘さんに働いてください。どうぞ傷ついた心に触れてくださり、またどうぞ学校に一人で行くことができるように、どうぞあなたが速やかにこの癒しをなし、心の解放を与え、そしてまた学校に復帰できるようにしてください。一人で本当に喜んで学校に通い始めることができるように、どうぞあなたがこの娘さんに触れてくださり、働いてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの娘さんのに力を与え、また解放を与え、そしてまた喜びを持って学校へ行けるように、どうぞ導いてください。あなたの恵みを感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。やはり、お子さんを持っている、ね、ご家庭においては娘さんや息子さんが、ね、学校に行けないというのは非常に大きな問題だと思います。ですけど神様にとって不可能なことはありませんし、また神様に期待していくんであればね、神様が直接その娘さんとか息子さんに触れてくださり、その心を解放し、そしてまた状況を変えてくださり、癒してくださるんですね。ですからぜひさらに祈っていきたいと思います。そしてまたこの M さんの娘さんのためにですね、共に、お祈りしていきたいと思います。どうぞご覧になっている方もですね、ご自分の言葉で、ぜひお祈りしていただきたいと思います。それではお祈りの時をお持ちしたいと思います。天様、本当にあなたがこの学校へ一人で行けなくなっている原因を取り除いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございます。それでは、次のリクエストに行きたいと思います。はい、この学校関係でもう一件リクエストが来ておりますので、それを読み上げたいと思います。娘の学校生活でなかなか打ち解けることができず、学校生活がつらい。友人が多く与えられ、学校生活が楽しくなるようにお祈りくださいという M さんからのリクエストでした。はい、どうもありがとうございます。M さんから、また違う M さんですね。で、娘さんですね。娘さんが学校生活がなかなかそこでうまくいかないと、で打ち解けないので、早くその学校生活が今つらいので、早くそれが打ち解けて、そして友達がたくさんできて、そして、楽しく学校生活が送れるようにという祈りのリクエストですね。まあ、学校はね、やはり楽しくないと行きたくなくなっちゃいますよね。ですからやはり本当にご本人がね、楽しく学校行けるように共に祈っていきたいと思います。はい、じゃあお祈りします。愛する天様、この M さんの娘さんに働いてください。学校生活が非常につらいということですけれど、あなたはその原因をご存知です。またどうぞその原因となっているところに触れてくださり、どうぞこの娘さんが本当にこの学校生活において楽しく過ごせるように道を開いてくださいますようにお願いいたします。友人関係、また学校の行事など、どうぞあなたが一つ一つにおいて、あなたがこの手を入れてくださり、どうぞ本当に楽しく学校に行くことができるようにしてください。どうぞこの
日々の歩みの中においても、決して嫌になってしまうことがないように、そしてまたあなたがこの娘さんが本当にこの学校に打ち解けて、友人の間でも打ち解け、そしてまた生活そのものが楽しくなるようにしてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ、本当にこのもう喜んで、いつもこの自分の方から学校行きたいという思いを与えてくださり、行けるように、どうぞ整えてくださいますようにお願いいたします。愛する天のお父様、どうぞ M さんの娘さんに触れてくださいますように心からお願いいたします。どうぞ学校生活を豊かに祝福してくださり、どうぞたくさんの良いお友達を与えてくださいますように心からお願いいたします。毎日楽しく学校に行くことができますように、また学校のお友達とかも打ち解けて仲良く過ごすことができるように神様どうぞ守ってください。お願いいたします。どうぞ天のお父様、明日学校に行った時には本当にもう全くこの変わっているように、環境が変わっているように、神様どうぞあなたが働いてくださいますように心からお願いいたします。どうぞ本当にたくさんの、また神様を導いておられる良いたくさんのお友達をこの彼女に与えてくださいますように、そしてどうぞ学校生活が本当にこの毎日楽しく送ることができるように、あなたが豊かに働いてくださり守ってくださり、また学校生活を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。天様、どうぞこの M さんの娘さんが本当にこの良い友達をたくさん持てるようにしてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの学校において本当にこの信頼できる友達を与えてください。またこの友達関係においてもどうぞその M さんの娘さんが光となってこの学校中に光り輝くようにしてくださり、そしてまた本当にこのいつもいつも学校に喜んでいけるように、楽しくいけるようにどうぞあなたが整えてください。友達をたくさん与えてくださり、また学校の行事においても一つ一つ楽しむことができるようにどうぞ導いてください。また勉強においても楽しくできるようにしてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの学校生活を豊かに祝福してくださり、またあなたのこの豊かな恵みと祝福をこの学校生活の上に表してくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、また共に、お祈りする時間を持っていきたいと思います。この M さんのですね、娘さんの学校生活のために、共にお祈りする時間を持ちたいと思います。それでは共にお祈りしましょう。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、また次のリクエストに入っていきたいと思います。それでは紹介していただけますかね。癒しの祈りのリクエストが来ておりますので、読み上げさせていただきます。愛さんからの祈りのリクエストです。私のぎっくり腰の癒しのためのお祈りをよろしくお願いいたします。ぎっくり腰の癒しですね、はいはい、腰が痛いと本当に立てなくなっちゃいますからね、本当に体の要って書きますから、その癒しのためにお祈りしたいと思います。愛さんですね。愛さんです。はい、愛する天の様、どうぞ今愛さんに触れてください。どうぞ愛さんの腰に触れ、どうぞこの痛みを完全に取り除いてくださいますようにお願いいたします。そのぎっくり腰の悪い部分にあなたが直接働いてくださり、
どうぞその悪い部分を元に戻してください。その痛みの原因となっているところにあなたが完全に働いてくださり、元通りにしてくださり、痛みから完全に解放してくださいますようにお願いいたします。立つときも歩くときも、またいろいろ曲げたりするときにおいても痛みから解放してくださり、この日常生活においても完全な形で戻りますように、どうぞあなたが働いてください。どうぞ癒しの霊を注ぎ、またあなたが直接その部分に働いてくださり、原因となっているところに働いてくださり、あなたの癒しの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。天のお父様、どうぞこの愛さんのこのぎっくり腰に触れてくださいますように心からお願いいたします。どうぞ痛みを完全に取り除いてくださり、あなたの癒しの技を豊かに愛さんのこの腰の上に表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ立ったり座ったりするとき、日常生活においても全く支障がないように、全くこの痛みがないように、完全な癒しをどうぞこの愛さんの腰の上に表してくださいますように心からお願いいたします。どうぞあなたがその一つ一つのこの部分、骨に触れ、また筋肉に触れ、筋に触れ、どうぞ一つ一つの神経に触れてくださり、あなたのこの癒しの技を豊かにこの愛さんの腰の上に表してください。ぎっくり腰を完全に癒してください。痛みを速やかに取り除いてくださり、完全な癒しの技をあなたが表してくださいますようにお願いいたします。天様、どうぞこの愛さんの腰に働いてください。腰に癒しの御業を表してください。癒しの霊を注ぎ、またあなたの力ある御業を表してください。イエス・キリストの御名によってこの愛さんの腰の痛みを今すぐっさい、イエス・キリストの御名によってこの愛さんのぎっくり腰を癒されよ、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 イエス・キリストの御名によって愛さんの腰の上にぎっくり腰の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。どうぞさらにあなたが働いてくださり、完全な癒しをなし、あなたの御栄光を豊かにこの愛さんの上に表してください。あなたの恵みを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、再びですね、共に、お祈りする時を持ちたいと思います。皆さんもですね、ぜひ、その愛さんのぎっくり腰のために、癒しのためにですね、各自で、お祈りしていただきたいと思います。それではそのお祈りの時を持ちたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、次のリクエストに行きたいと思います。紹介してください。今度も癒しのリクエストが来ております。 Y さんからの癒しリクエストをお読みいたします。母の癒しのために脳出血で倒れて現在も入院中です。右半身は全く動かないので、麻痺が癒され、右手右足が動くようになるように、言語中枢が癒され、言葉を話せるようになるように、食べ物を飲み込む嚥下機能が衰えているので、癒されて口から食物を取り続けることができるように、体力の回復のために、御心の時に洗礼を受けることができるように、
以上です。お祈りをどうぞよろしくお願いいたしますというリクエストです。はい、Y さんですかね、はい、お母さんの癒しのためにということで、この右半身が動かないのでその麻痺が癒されるようにということですね、はい、そして、右手右足が動かせる、それから言語中枢が癒されてですね、また言葉をちゃんと話せるようになるようにということ、そして、食物を飲み込むときに、この飲み込む力が癒されてですね、この口からちゃんと食物を取り続けることができるようにということですね。それで体力の回復、そしてすると御心のときに洗礼が受けられるようにということですね。そのためにお祈りしたいと思います。天様、どうぞ Y さんのお母さんに、触れてください、どうぞ Y さんのお母さんの右半身をあなたが完全に癒してくださり、どうぞこの癒しの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。どうぞこの右半身、右足がちゃんとまた再び動くようにしてくださり、自由に動かせるようにしてくださいますようにお願いいたします。またそれとともに、言語中枢においてもあなたがそこに働いてくださり、再び自由に話をできるようにしてくださいますようにお願いいたします。あなたにとって不可能はありませんから、どうぞここ一つ一つにあなたが働いてくださり、あなたの御心を表してください。またそれとともに、この食べ物を食べるときに、ちゃんと飲み込めるように、そしていつまでもこの自分の口から食物を取ることができるように、どうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。また体力が弱ってきていますから、どうぞこの体力を強めてくださり、体力を回復してくださいますようにお願いいたします。またどうぞ動くの早い時に洗礼を受けることができるようにどうぞ導いてください。天の父様、どうぞ Y さんのお母様に触れてくださいますように心からお願いいたします。どうぞずっと寝ておられるようですけども、豊かにあなたが働いてくださり、どうぞこの右手右足が麻痺が取れ、右手右足がこの自由に動かせるように、どうぞ天の父様、右手右足の麻痺を完全に癒してくださいますように心からお願いいたします。そしてどうぞ右手右足も癒され、また歩けるようにあなたが守ってくださいお願いいたします。またどうぞ言語中枢がこの速やかに癒されていきますように、どうぞそして言葉を自由にこの話していかれますように、神様どうぞ心からお願いいたします。どうぞ言語中枢を完全にあなたが癒してくださり守ってくださいますようにお願いいたします。またどうぞ飲み込む力をさらにあなたが与えてくださり、どうぞ口から食べ物を取っていくことができるように、神様がどうぞ豊かに働いてくださいますように心からお願いいたします。どうぞこの一つ一つの部分にイエス様が触れてくださり、あなたのこの完全な癒しをどうぞ表してくださいますように心からお願いいたします。またどうぞこの体力が速やかに回復されていきますように、また筋力がこの落ちていくことがありませんように、神様がどうぞ守ってくださり、どうぞ寝ていらっしゃる中にあってもあなたがこの筋力を強めてくださり、また速やかな体力の回復を与えてくださいますように心からお願いいたします。また御心の最も早い時にお母様が洗礼を受けていかれますように、その道をイエス様どうぞ豊かに開いてくださいますようにお願いいたします。天様、本当にどうぞこの Y さんのお母さんに、働いてください。あなたの力ある御業を表し、どうぞこの右半身の麻痺を完全に癒してください。右手右足が自由に動かせるように、再び自由に動かせるようにしてください。またどうぞ言語中枢の分に触れてくださり、再び自由に話ができるように、どうぞあなたが癒しをなしてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞこの体力の回復を与えてください。弱っている回復を与えてください。特にこの自分の口からちゃんと物を、
入れて食べることができるように、どうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。このイエス・キリストの御名によって、この Y さんのお母さんの病を癒されよ、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 癒されよ。イエス・キリストの御名によってお母さんの、言語中枢、また右半身の麻痺にイエス・キリストの癒しを宣言する。どうぞまた、本当にこの御心の早い時に、この洗礼を受けることができるように、どうぞあなたが助け導いてください。どうぞ速やかに触れてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共に、Y さんのですね、お母さんのためにお祈りする時間を持ちたいと思います。それでは、しばらくその時間を持ちましょう。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、次の課題に入っていきたいと思いますけれど、お願いします。愛さんからのお祈りのリクエストを読ませていただきます。家族で唯一救われていない弟が救われ、その家族が救われますように、奥さん、子供さんお二人が救われますようにっていう、という祈りのリクエストです。はい、どうもありがとうございました。救いの祈りですね。家族で唯一救われてない弟さんですかね、そしてそのご家族、素晴らしいですね。唯一っていうのは、いずれにしても本当にこう人生においてね、一番の恵みと祝福は救われることです。ですからその救いがね、家族全員にこの行くっていうことはですね、本当に大きな神様の祝福ですから、どうぞそのために、共にお祈りしていきたいと思います。愛さんの弟、愛さんですね、愛さんの弟さん、愛する天皇様、どうぞ愛さんの弟さんとご家族に働いてくださり、どうぞこの心を解放してくださり、本当の神様を速やかに知ることができるようにどうぞ導いてください。どうぞその妨げになっているものを取り除いてくださり、どうぞその弟さん、そしてまたそのご家族が本当にこのイエス・キリストを信じ受け入れることができるように、どうぞあなたが働いてください。速やかに、この信じることができるようにどうぞ導いてください。あなたの豊かな恵みと祝福を添えてください。天のお父様、どうぞ愛さんの弟さんに触れてくださり、どうぞ弟さん、また、その奥様、またこの、2人の子供さん方に触れてくださり、あなたのこの救いの技を豊かに表してくださいますように心からお願いいたします。どうぞ御心の最も早い時に弟さんの心、また奥様ご家族一人一人の心を開いてくださり、御心の最も早い時にイエス様をご自分の救い主として信じ告白していかれますように心からお願いいたします。どうぞあなたが豊かに働いてくださり、神様の救いの技を速やかに
愛さんの弟さんご家族の上に表してくださいますようにお願いいたします。愛する神様、どうぞこの愛さんの上に、働いて、愛さんの弟さんに働いてください。どうぞこのイエス・キリストを信じ受け入れられなくしている原因となっているところにあなたが働いてください。心を解放し、またあなたが道を開いてくださり、どうぞ速やかなこの救いの御業を弟さん、そしてご家族の上に豊かに表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ主の豊かな恵みと祝福を添えてくださり、あなたがこの栄光を表してください。どうぞご家族全員が本当にこの全員このクリスチャンになることができる。どうぞの弟さん、そしてご家族の上にあなたが豊かに働いてくださり、救いの御業を表してくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、共に、この愛さんの弟さんのご家族のためにですね、救いのためにお祈りする時間を持ちたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。この放送はですね、ライブでやっておりますね。そして、祈りのリクエストが、途中でも入ってくるということですね。で、初めてなので突然びっくりしたんですけど、祈りのリクエストが来ているということですので、ちょっと紹介していただきたいと思います。はい、それでは、T さんからの祈りのリクエストをご紹介させていただきます。茨城県にお住まいの S さんという方のトイプードルのメス4歳ももちゃんが昨年の6月19日にトリミングの方の不注意で行方不明になってしまったそうです。色はシルバーで、足毛っていうんですか、足の色だと思いますけども、ピンク色だそうです。私はこの飼い主さんのブログを見てとても心が痛いです。トイプードルちゃんのももちゃんが飼い主さんのところに戻ってくることができるようにお祈りして、いただきたいです。よろしくお願いいたします。ペットを飼っている人にとってペットは大切な家族です。よろしく、飼い主さんのところに戻ってくることができるようにお祈りしてください。よろしくお願いいたします。ということでした。はい。T さんが見た茨城県の S さんのトイプードルですね。そのトイプードルが、その飼い主さんのところに、速やかに戻るようにということですね。はいはい、お祈りしたいと思います。天様、どうぞ茨城県の S さんのトイプードルがももちゃんが、速やかに、飼い主さんのところへ戻ってくるようにしてくださいますようにお願いいたします。前回この猫ちゃんが飼い主さんのところへ戻ってきました。それと同じように、どうぞこのトイプードルのももちゃんも飼い主さんのところに速やかに戻るように、どうぞ守ってくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの力によって、そしてあなたが働いてくださり、どうぞ、ももちゃんを元の家に戻してくださいますようにお願いいたします。天のお父様、どうぞ S さんのトイプードルのこのももちゃんにどうぞ触れてくださり、今行方不明だそうですけども、どうぞ S 様が豊かに働いてくださり、速やかにこのももちゃんが飼い主さんのところに戻ってくることができるようにどうぞ主を導いてください。お願いいたします。
先々週の猫ちゃんにもイエス様が触れてくださいました。どうぞこのトイプードルのモモちゃんにも触れてください。イエス様はそのモモちゃんがどこにいるかご存知ですから、どうぞ豊かに主が働いてくださり、速やかにその飼い主さんのイエス様のところにモモちゃんが戻っていくことができるように守ってくださいますようにお願いいたします。またどうぞこの今行方不明になっているモモちゃんを完全にイエス様が守ってくださいますようにお願いいたします。神様、本当にどうぞ、茨城のエスさんのももちゃんを速やかに、この飼い主さんのところへ返してくださいますようにお願いいたします。どうぞ、分からなくなっている人は自分でちゃんと帰ることができます。また、速やかに、あなたが働いてくださり、自分の家に帰ることができるようにどうぞ導いてください。あなたの豊かな恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。それでは、このももちゃんのためにもですね、みんなで、祈りたいと思います。それでは、お祈りの時間を持ちます。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どんどん時間が経ってますね。初めてなのでちょっとびっくりですけれど。それでは次のリクエストは何でしょうかね。はい、Y さんからの祈りのリクエストをご紹介したいと思います。家族の救いのためお祈りをよろしくお願いいたします。父、母、弟、夫妻、それから義理の弟、家族です。どうぞよろしくお願いいたします。という、救いのお祈りのリクエストが来ております。はい、また救いのリクエストですね。この人が救われるっていうのはですね、神様の御心ですから、祈っていけば、どん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 救われていきます。で、この Y さんのお父さん、それからお母さん、それから弟さん家族、お父さん夫妻ですね。弟さん夫妻、それから義理の弟さん家族ですね。この人たちの救いのためにお祈りしたいと思います。愛する天の様、あなたがこの十字架にかかってくださり、また私たちの罪をなってくださり、この永遠の命を私たちに与えてくださったことをありがとうございます。どうぞこの恵みが、本当にこの Y さんのお父さん、お母さん、そしてまた弟さん夫婦、そして義理の弟さんご家族、一人一人の上に座られていきます。どうぞ導いてください。どうぞお父さん、お母さんに、イエス様を、イエス様が本当の神であるということを知ることができる道を開いてください。また心を解放してくださり、あなたに目を向けることができるようにしてください。あなたの力によって、この救い、覆いをかけているものをあなたが解放してくださり、速やかにイエス様を信じ受けることができるようにしてください。また、弟さん、ご夫妻においても、どうぞご夫妻が本当にこのイエス様が本当の神であるということを知ることができるように、速やかに導いてください。また、義理の弟さん、ご家族においても、主が直接働いてくださり、神様を信じ受け入れることができるようにしてください。またそのきっかけを与えてください。また Y さんを用いてくださいますようにお願いいたします。あなたがあなたの方法をもって福音が語られ、そして、一人一人あなたに会って救われていきますように、どうぞ導いてください。天のお父様、どうぞ Y さんのこの祈りのリクエストに応えてくださり、どうぞ Y さんのお父様、お母様、また弟さんご夫妻、また義理の弟さんのご家族のお一人一人にどうぞ触れてくださり、どうぞ御心を最も早い時にあなたをこの個人的な救い主として信じ受け入れていかれますように神様心からお願いいたします。Y
和井さんも長く祈ってこられたと思いますが、どうぞその祈りに豊かにあなたがこの速やかに答えを表してくださり、どうぞこの今祈っておられるお父様、お母様、弟さんご夫妻、また義理の弟さんのご家族の一人一人をどうぞあなたが速やかに救いへと導いてくださいますようにお願いいたします。御心の最も早い時にイエス様をご自分の救い主として信じ受け入れていきますように、この神様からの素晴らしい、最も素晴らしい救いを一人一人が受けていかれますように心からお願いいたします。皆様、どうぞ本当にこの Y さんのこのご家族一人一人に働いてください。また本当にこの御心の早い時にお父さんお母さんを救いに導いてください。どうぞまた弟さん夫妻も御心の早い時に信じ受けることができるようにどうぞ導いてください。また義理の弟さん、ご家族においても、本当にその心を解放し、一人一人を救いに導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの御心の早い時に、どうぞ一人一人を救い、そして共に教会に集い始めることができるように、どうぞあなたが豊かに、恵みまた祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは、共にお祈りの時をお持ちたいと思います。この Y さんのためにですね、救いのためにお祈りしたいと思います。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、ちょっと時間が迫ってきてますが、もう一つだけお祈りしたいと思います。はい、今度は愛さんからの祈りのリクエストです。祈りのリクエストは、安らぎ13週に応募するオリジナルの曲ができるように祈っていただきたいと思います。よろしくお願いいたしますというリクエストです。はい、13首の、ね、締め切りが近づいてきますけど、オリジナル曲を作りたいということですね。それではお祈りします。天様、どうぞ愛さんの上に働いてくださり、どうぞ愛さんがオリジナルの13首に応募する曲を与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ聖霊様の豊かな御臨在が表される、御心の曲を与えてくださり、また速やかにそれを曲として作り上げることができるようにどうぞ導いてください。愛さんの上にあなたが豊かに働いてくださり、御心の早い時に作り上げまた提出することができるようにどうぞ導いてください。天のお父様、どうぞこの愛さんに触れてくださり、どうぞ安らぎ13週に応募する御心のオリジナル曲を与えてくださいますように心からお願いいたします。どうぞこの作詞を与えてください。また曲も御心の曲を与えてください。この作詞詩にぴったりの曲を与えてくださいますようにお願いいたします。また愛さんが御心の曲数応募することができるようにどうぞ主を導いてください。お願いいたします。またどうぞ締め切りも近づいておりますから、速やかにあなたが与えてくださり作詞作曲していかれますように、御心のオリジナル曲を速やかに与えてくださいますようにお願いいたします。天様、どうぞ愛さんの上にあなたが働いてください。どうぞ作曲作詞、作詞作曲の賜物を開いてくださり、どうぞ御心の曲を作ることができます。また速やかに作り、また応募し、またそれが用いられるようにしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ御心の曲を作っていくことができるように、どうぞ愛さんにあなたが豊かに望んでください。祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、共に愛さんのためにお祈りしたいと思います。
これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、どうもありがとうございます。時間になってきましたけれど、今日ちょっとお祈りしましたけれど、お祈りのリクエストはですね、ぜひこのアドレスの方に送っていただきたいと思います。見えるのかな。prayer.request.antioch@gmail.com ですね。パソコンで見ておられる方はパソコン確か画面の上にも出てたと思いますけれど、ぜひですね、神様はいろいろなお祈りに応えてくださいます。ですからぜひ皆さん期待してですね、どん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 このリクエストを送っていただきたいと思います。神様は生きて働いておられます。そして、その神様のですね、祝福を私たちは受ける恵みがあるんですね、受けられるんですね。ですから、ぜひどん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 このリクエストを送っていただきたいと思います。それでは、時間になりましたので、今日はこれでこの祈りの時間は終わりにしたいと思います。共にお祈りできたことを感謝します。一言お祈りします。愛する天皇様、この祈りの時間をあなたが導いてくださったことをありがとうございます。あなたがこの祈り一つ一つに、この応答してくださいますからありがとうございます。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またどうぞ来週期待して、共にお祈りしていきましょう。